カイドウ・タケルの小説で展開されている世界観を呼び、小説内でのクロスオーバー展開の総称。当初は、チームバチスタの崩壊、壁水委員、桜宮病院の崩壊、桜宮オートプシー・イメージングセンターの崩壊の崩壊三部作となる予定であった。桜宮サーガという名称は、書評家のアズマ・エリカが文庫版。 ナイチンゲールの沈黙の巻末解説において用いたことから誕生した。物語は主に時代を1988年頃から2022年前後に設定し、東海地方の架空の都市、桜宮市を中心に、他にも架空の都市として極北市、何和府を設置し、東京と共に舞台展開されている。なお、この舞台設定は、 東京と地方の1対1で対応している日本社会を表している。その作品間のリンクによりある作品の登場人物がその性格や経歴などの設定を引き継ぎながら別の作品にも登場するというクロスオーバー展開を見せている。著者はこの手法を虚数空間の統一と定義しており、フィクション上でも現実を描こうとする意図が含まれている。 出版社は多岐にわたるが、2014年現在までに発表された小説作品のほぼすべてが桜宮サーガに組み込まれる。以下は観光順。作品によって描かれる地域、医療テーマ、年代がバラバラなため一貫した主人公は存在しない。前述のようにある作品の登場人物が、 その性格や経歴などを引き継ぎながら別の作品にも登場するのが一連の街道小説の最大の特徴であり、デビュー作のチームバチスタの栄光の登場人物を例にすると、田口公平はその後の田口白鳥シリーズでも主要人物として活躍するが、田口白鳥シリーズ以外の作品では脇役として登場、あるいは未登場である。また、 時代を1988年頃から2022年頃に設定しているため再び田口公平を例にすると過去を舞台とした1988年前後には東場大学医学部の医学生研修医として登場し現代を舞台とした田口白鳥シリーズでは神経内科学教室講師兼 リスクマネージメント委員会委員長として活躍し、未来を舞台とした2022年では、東場大学医学部教授として英達しており、一人の人物の時間の流れが表現されているのも、街道作品の特徴である。桜宮サーガの主な舞台となる架空の地方都市。人口は20万人で、地理面では、首都圏の橋の海に面した位置に存在し、 富士山より西にありながら、東京都への通勤圏内の縁にもかかっている。また、名古屋弁の文化圏に近い地域でもある。北海道にある人口10万人の架空の地方都市。観光客誘致のため、第三セクター方式で観光事業を拡大するも、その試みが身を結ばなかったことにより、赤字筒星と呼ばれる事業を中心に、財政難に陥っている。 他にも、極北大学が札幌に近い雪見市に移転したことで、人口の2割を失う大打撃を受けている。そして、さえぐさひさし交代保持権後、財政再建団体に指定される。アフリカ大陸の内陸部の南端に存在する架空の国。かつては35代300年にわたって、君主制を敷いてきたが、2003年より内戦状態となる。 子供たちへの公教育は皆無と思われ、また近年では原因不明の熱病が広がっているなど混乱が続いている。アガピアルノイドの出身国として、日々の良子が中学生時代に過ごした地としても登場。改革を掲げる村雨後期が不知事を務める地方公共団体。関西地方にあるらしい。作品略称、栄光、チーム。 バチスタの栄光、沈黙、ナイチンゲールの沈黙、ラデン、ラデン迷宮、外戦、ジェネラルルージュの外戦、1988、ブラックペアン1988、黄金、夢見る、黄金地球儀、卵、医学の卵、ジーン、ジーンワルツ、剣、光の剣、祝祭、イノセントゲリラの祝祭、伝説、ジェネラルルージュの伝説、クレーマー、極北、クレーマー、 マドンナ、マドンナ・ベルデ、1990、ブレイズ・メス1990、弾丸、アリアドネの弾丸、領域、モルフェウスの領域、モンスター、何はモンスター、ラプソディ、極北ラプソディ、災難、玉村警部補の災難、肖像、ケルベロスの肖像、ありがとうございます。